新しいジャンルを作ろうとかそういう大業なことは全く思ってなくて、今までと同じ感じで、自分が考えたゲームをうちのスタッフと作って試行錯誤しながら、できたものをちょっと俯瞰してみると、なんかちょっと違うゲームができたかなというので、後付けでシステムの名前とかをつけたということですね。だから、ステルスの時もステルスとは言ってなかったんで、かくれんぼゲームっていう名前なんで、今回のゲームも、まあ、新しいとこも古いとこもありますけど、市場に出てから皆さんがそのジャンルというか、もしあればですけど、そういうのをつけてくれればいいと思います。その、まあ、監督 の、 その最初の話にもあったんですけど、あまりこう概念にとらわれないというか、型にはまらないものっていうのがありました。で、SF なんだけども、ありきたりのものにはやっぱりしたくないっていうのがあったので、まあ、当然その最終的に出来上がったものもやっぱり、ジャンルを分けるとするとやっぱなかなか難しいかな、まあ、新しいものができたんじゃないかなという気はしてますね。お話的にはアポカリプスものなんですけど、パッと見はそういうふうに見えないように作ってます。すごく大自然というか、生まれたての惑星をたった一人でサムがルーと一緒に冒険していくというか、ちょっと普通のアポカリプスものだともう廃墟とかが出てくるんですけど、なるべくそういうものを排して、まあ、SF 感というか惑星感というか、そういうものを意図的に出したっていうところです。北米っていうことを言ってますけど、北米での地名は一切出てこないんですよ。で、北米を東から西まで横断するって話なんですけども、まあ、世界中の人が、没入できるように、あえて地名は出してません。で、コンセプトとしては、まあ時雨で溶けた世界なんですけど、僕の中では生まれたての地球みたいな、どっかの惑星みたいなところを旅したいというのがあって、そこで、大自然というか、なんでしょう、すごい美しい世界をたった一人で行く孤立感と、その美しさのそのコントラストみたいなものを伝えたいということで、背景とか、まあ、アイスランドの背景が主にイメージになってますけど、そういうようなものを、ゲームに落とし込んだというようなことになります。で、まあ、別の意図としてはですね、すごく美しい世界をサムは進んでいくんですけど、そこにオンラインで、ユーザーたちがいろんな道路とか設備を作っていくんですよ、人工的な。で、足跡も残っていくんですけど、その美しい自然を、もう一度人たちが文明を築いていくっていう、そういう、まあ、サブコンセプトがあるんですけどね、それがいいのか悪いのかっていう、その疑問しながら、こんなに美しい世界を、また文明で、まあ、汚していいのかっていうことをちょっと、自問自答しながら、ちょっとゲームプレイをしてもらいたかったという、その、裏の設定みたいな、まあ、でまあ、ストーリーのどこかというよりも、やっぱり一番、その実際に自分でゲームをプレイしてみて、そのある開けた場所にそのいろんな人が作った建設物が同期されてきたっていう時が一番好きなところというか、一番それを初めて見た時が一番その印象に残ってますね。でやっぱりその今までになかった体験だったし、まあ、こうやってこういうような体感がユーザーのところでも得られるのかなと思うと、まあ、ちょっといろいろちょっと楽しみに、そこからさらに楽しみになってきたってところがあります。でやっぱり技術的には実際これが本当にその一般に発売されてユーザーが一斉に遊んだ時にどういうふうに同期されていくんだろうなっていうところはやっぱり同時に不安に思ったところで、まあ、それが発売まで、調整をしながらどうやって同期していったら楽しめるのかっていうところが一番制作でも苦労したところです。
Roll out.